皆さんお時間となりましたのでイニーキキャリアラウンジ第225回を始めたいと思います本日アシスタントとインタビュアーを務めます青木ですよろしくお願いいたしますそして番組の後半の方ではラスト10分ぐらい皆さんとの Q&A のお時間にできればと思っております皆さんチャットの方からどしどし感想や質問とご記入ください では、早速ですが、ゲストのご紹介に参ります。本日のゲストは、海外大を出て、サファスジャパン株式会社に新卒で入社、大門文香さんです。大門さん、本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。<laughs> 皆さん、ありがとうございます。はい、素敵なす。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> では、大門さん。 まず初めましての方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にこれまでのご経歴も踏まえて、自己紹介の方をお願いできますでしょうか、はい。はい、もちろんです。ありがとうございます。えっと、大門文香と申します。えっと、今はですね、あの、ご紹介いただいたんですけれども、あのザッパスジャパンという会社で、今をインターンとして働いておりまして、来年の4月から新卒入社という形で。 はい、働くことになっています。それまでは、あの、アメリカの大学に4年間通っていて、そこで、あの、教育学を専攻していました。まあ、それも、その大学に行く前は、ずっと、あの、日本にいたんですけど、千葉県出身で、その千葉の中高で、はい、通っ6年間通って、そこからも初めてアメリカにっていう形になってます。はい、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。 そうなんですよねちょっと先ほどもね話に出ていたんですが今大門さんは日本にはいらっしゃらないということで、はい、あそうですねそれは忘れてましたね,ねはい私そうですね今あのオランダにおりまして実はこっちは夜中の12時なんですけど <laughs> はいなのでちょっと夜の夜の気,気分なんですけど私はただはい皆さんも朝ということで爽やかに爽やかに行けたらいいなと思います <laughs> 夜も大丈夫です、爽やかですよ、大分あいたですそ <laughs> うなんですよね、今、夜のご出演が、がつ<ー>オランダに渡られたのは、いつですかえっと先月ですね、先月1 1、1ヶ月半ちょっと前くらいですかね、<ー>はい、皆さん、なんでオランダにいるんだと思われている方もいらっしゃるかと思うんですが、オランダにこう行かれた、まあ、背景といいますか。 目的みたたいいなとところもちょっと簡単に教えていただけますかはい、はい、そうです、ねまああのきっかけとしてはあの今あの働いているザ・パス・ジャパンという会社の,あのメンバーのお二人がすでにオランダに在住しておりましてそこで、まあ、リモートでお仕事されていたんですけど、まあ、その関係であったりとかあとはやっぱり で、まず、こう、なんか、オランダでも何かやりたいね、みたいな話がありまして、うん、あとあ、のザッパスジャパンで今、あのコーチングの授業をメインに行っているんですけど、うん、あの、オランダのまあ教育であったりとか、あとは、こう、組織の中でも結構、コーチングをあの取り入れられているような事例がいくつかあったりして、うん、まあそういうような背景から、ちょっとオランダ、うん、ザッパスジャパンの,あのオランダの支社の立ち上げをこうやっていこうというところで、はい。はい まあそこからこうプロジェクトがちょっと始まって、で、私も、あの、ちょっと行ってみたいなっていうところで、なんかちょっとご相談させていただいて、じゃあぜひっていう形で、はい、今回来させてもらいました。立ち上げで今いらっしゃるんですね。あそうですね。とはいえ、結構これから、まだまだこれからの段階なので、授業だったりとかもっていう感じなんですけど、はい。 ちょっっととここれから頑張っていこうというう感じです、うん、まさかの大門さんご自身で挙手をされてというか行きたい最初はまああの、うん、なんかもともと海外に住みたいとかそういうのは住んでみたいとかはちょっと軽く言ってたことがあったのでそういうの社員さんは知ってくれていて、うん、なんか。 結構軽い感じで、なんかオランダ来たらみたいに言われたんですけど、チャット上で。なんか本当に、いやもうそれは行、い、<laughs> かせてくださいみたいな感じで結構前のめりに返事して、まあ最初は、あの、まあなんか来年とかかねみたいな話もしてたんですけど、意外とこう、ポンポンっていう風に話が決まって、はい。行けるんだったらじゃあもう行っちゃおうっていう感じで、入社前から、はい、来させてもらうことになりました。 すごい。復活ももう入社されているのかと思ったら、うん、しかも入社は、ね、<laughs> 実はまだなんだってはい。入社は来年ですかね。来年もそうですね。も、ま、う、あ、月を予定してます。もうまだにあのこのコロナ禍の中でのねいわゆる渡航っていうところなので本当に大変なことも今いろいろあるかなとは思うんですが。うん ぜひぜひ現在のお話も伺いたいところなんですがなぜ今このね大門、はい、さんになっていらっしゃるのかといったところも今回はかなり深掘って幼少期からお話を伺っていけたらなと思っておりますが大門、はい、さんこんな感じで皆さんの前で自分自身がちっちゃかった頃からお話人生を全部するって過去にありますか、うん なかなかないですよね。<laughs> なんか小さい頃からとか特に、はい、ほぼなかったかなと思います。うん、ちょっとね、気恥ずかしい気持ちもありながら、今日はお知り合いの方も見てくださっている方 <laughs>、はい、本当にありがとうございます。<laughs> はい、ぜひぜひ随時ご質問とチャットからねご記念いただけると嬉しいです。あ、ありがとうございます。スタンプも。はい、ではでは早速ですが、遡ってまいりまして。 ちなみに、はい、生まれと育ちは日本のどちらになりますか日本の千葉県ですあ。千葉県なんですね。じゃあ都会で生まれ、はい、都会で育たれたわけですが、小さい頃の子供時代、まあ、子供の頃、それこそ小学校だったりとか中学校のあたりで自分自身で振り返ると、どんな子供だったなと思われますかどんな子供だったか。<laughs> なるほど。 えっとすごい、うんえっと、わがままでしたわがままだったしあとあ学校では優等生、うん、優等生になりたくて、うん、優等生っていうそういう,、うん、う感じでしたね。 あの、なんだろう、仲のいい子とか家族とかにはすごくわがままで結構なん、はい、<laughs> だろう,う、感情もすぐ怒ったりとか <laughs> してたなって今思います。ただ、こう、外、外面がいいというか <laughs>、まあ学校だったりとか先生とかにはすごくいい子だねって言われるような <laughs>、はい、小学生だったなって思います。うん、<laughs> まさに、こう、あの、 よくあれこう褒められたいとかねよく子どもの頃って思われる方もいたりはしますけどうん、うん、ちょっと外見と中身が違ってるうん、うん、なんか意外な気がしますねそんな怒るような感じに今見えないというかあそうですかそうですねなんかそう昔はそうででも結構それも自分が意識してあの、うん、怒らないようにというか。 感情を一定にしようみたいなことを思ったきっかけがあって、うん、そこからちょっとそういうふうになったなっていう自分でこう後天的に学習した感じですね。それはまたまたちっちゃい頃にふと気づいたことがあった形ですかうん、うん、もう大人になってからそれはそうですね。うん、2つ あって、まず一個はすごい小さい時、うん、小学生一年生とかの時に、うん、まあ習い事ですごく仲の良かった友達に、まあ、自分がまたわがままを言って、うん、<laughs> まあすごい仲がいい中ではあったんですけど、その時に、うん、なんかそんなに、まあ、喧嘩の中でそんなにわがままだったら友達いなくなるよって言われたのがすごい衝撃で <laughs>、<laughs> <laughs> っていうのがいいこと、あとそこから中学に入って、 で中学1年生の時すごく仲が良くなった子がいたんですけどでまたその一緒に帰ってる時にたまたま自分のなんか機嫌が悪くて、まあ、その子は全く悪くないのになんかこう八つ当たりをしながら帰っちゃった時があったんですよね。で、あのー、なんかそれで「バイバイ」って言って別れた後にすごく反省をして。 なんかこんなになんかすごい悪いことしたなと思ってそこからこう感情を一定にしようというか、うん、ポジティブな方向で一定に保たなきゃみたいなのはありました。うんうん、どっちも友達がきっかけだったんですね。そうですね。うんそうですそうです。はそ,そんな感じでこうもともとは仲としては仲のいい方にはちょっとわがままな自分も見せれちゃう。うん サ、はい、イモンさんがね、そこからどんどん成長されていって、小学校、中学校、高校と、これは基本的にはあれですか、お受験もあったりされましたかもうそのままどうでしたか。えっと小学校、中学受験をしました、なので、小学6年生の時に受験をして、<あ>えっと中高は一貫だったので、はい、中学・校の間でではは受験はなかったですそうだったんですね。はい ここもずっと千葉県の方で中学校と高校も過ごされてましたか、うん、あそうですそうです中高も千葉の、はいはい、私立の学校に行きました、うん、なるほど、うん、大門さんの大きな一番最初のなんていうか転機となる出来事というのは、うん、19歳の頃まあ大学のそれこそ進学を考える時にあったということではお伺いはしているんですが 高校時代あの将来はどんな風になりたいと大門さんが思っていたかというとこれまたねすな夢が当時はあったということでどんな夢だったか教えていただけますか <laughs> 素敵な夢 <laughs> 素敵な夢ですか <laughs> まあ,あの高校生の時は自分が働くイメージが全く持てなくて、まあ、こう大学を卒業してあの、うん、丸の内の OL さんになって寿恵退社をして 花嫁さんになるみたいなことを本当に思っていてまあなんか例えばそうですねあんまり近くにあのこう働く女の人とかなんかこうそういうモデルがあんまりいなかったので、うん、なんかこう働くへのイメージが結構偏っていて、うん、そうですねなんか自分が働くイメージが持てていなかった高校時代でした。 なんなら今丸の内じゃなくてオランダに飛んじゃってるって <laughs> 確かにそうですね。<laughs> すすうん、もうそう思われてた高校時代からちょっと打って変わってびっくりなんですが大学の進学実は日本ではないというね大門さんの特徴がありまして、うん、ちなみに大学はどちらの方に何を学ばれに行っていらっしゃいましたか 大学はですねアメリカの、まあ、インディアナ州というちょっと中西部の真ん中の方の大学で、うん、あの教育学を学んでいました、うん、すごくこうしかも留学という形ではなくて、まあ、進学という形になるんですかね4年間もずっと行かれてたんですか、うん、そうですねはいそうです、うん、もともとあれですかなんかこう海外進学だったりとか、まあ、英語というところに興味があった学生時代でしたか そうですね。留学とか、まあ、英語みたいなところは興味があって、うん、ただ、まあ、海外の大学に進学するみたいなところは本当に全然考えていなかったんですけど、高校、そうですね、考え始めたのは高校2年生の夏の時で、進路を考えて、まあ、大学の学部を決めましょうみたいなアナウンスがあったんですけど、うん、全然こうどの学部に行きたいのかが決められなくて、 なんかその中で、なんかきっと将来の夢が決まってないから、なんか何が勉強してるのか分からないのかなと思って、この将来の夢を決めようキャンペーンみたいのをやったんですよね、自分の中で。なんかこう、ボランティアにちょっと行ってみたりとか、<laughs> うん、なんかこう、まあイベント参加したりとか、そういう風に今までちょっとずっと部活ばかりやってたので、うん、やったことないことをちょっとやってみた中が、その海外大学進学説明会っていうものに参加して、なんかこう、大学に、 でのこう交換留学をイメージして行ったんですけど、実際にいらっしゃったのがその4年生の大学に通ってらっしゃる先輩方で、そこで話を聞いてたら、まずその方たちがすごいかっこよかったんですよね。キラキラされてて。で、なんかあの進学のプロセスも聞いてみたら、全部オンラインだったりとかで、日本にいてもできるので、意外と自分もできるのかもしれないっていうふうに思い始めて。 ただ最終的には何でそんなにこうそっちに惹かれたかっていうのはまかっこいい理由かっこいいというか2つ理由があってちゃんとした理由と結構ちゃんとしてない理由があるんですけどちゃんとした理由の方はまあこうアメリカの大学の,あの教育のシステムがまあリベラルアーツのシステムっていうので少しこう日本と違ったりしてそういうところで勉強してみたいなって思ったのが1つあってあともう1個。 そんなちゃんとしてない方の理由はもうんかあのさっきその、まあ、優等生いい子って思われたかったっていうのもあったんですけど、まあ、それが続いて結構こう勉強も中高で頑張っていた方ではあったんですけど、まあ、それがすごく外部のモチベーションだったのでそれで頑張り続けるのが結構辛くなっていて。 で、なんかこう、だんだん成績も下がっていって、なんかこう、周りが目指しているような大学に、あこのままじゃいけなさそうだなと思ったりして、なんかそんな中で海外大学の道を知って、まあ、聞いてみると、もう世界史を勉強しなくてもいいし、数学も勉強しなくてもいいし、映画だけやってれば、あいけるんだ、みたいなことに気づいて、なんかこう <laughs>、そうですね。 勉強量としては本当に、あの、日本の大学受験される方と比較するとすごく少なく済んで、だけど私の周りあんまりこう、アメリカ大学進学みたいなケースがなかったので、なんかこう、そんなに勉強せ比較的勉強せずに、すごいって思われそうみたいな、なんかそういう <laughs> モチベーションで、あの、大学は決めました。そ <laughs> うだったんですね。はい。うん との子を周りに先ほどもおっしゃってましたが、うん、4年生大学に海外で行かれる方ってあんまりいらっしゃらなかったということですがよくそこで踏み切れる、はいまあ、勇気というか思ってましたね、大門、うん、さんの中で。そうですね、そうですね。なんか今考えるとあんまりこう場所を変えるみたいなところにそんなに抵抗がないのかなと思っていて。 まあ日本からアメリカ、まあ、そこが大きいのかもしれないですけど、その後こうデンマークに留学したりとか、なんか今回オランダに来たのだったりとかも、こう、すごく大きな決断だったねっていうふうに言ってもらえることが多いんですけど、なんか自分の中では、こう、そんなにすごく大きな決断をしたっていう感覚があまりなくて、うんうん、なんかそういうものを、なんかこう、自分の強みとして、なんかこう、 使ってうまく活用できたらいいなっていうふうには思っていたのでなんかそういった形で、うんうん、他の人よりりもちょっとやりやすいなっっっててていいううことをちょっとやみたっていう感じですかね、うん、いわゆる日本の中のこうちょっと引っ越しじゃないですけどあそれと本当に近しい感覚で一歩踏み出して行かれた大門さんですが先ほどもちょっと話に出てましたけど大学の,そのいわゆる入試 と呼ばれるものが、うん、あまり勉強のようなものではなかったということでしたが、どんな形でいわゆる入試の試験みたいなのってあったんですか？うん、そうですね。あのまあ英語のあの試験だったりとか留学生だったのであったんですけど、あの統一試験みたいなものだけで、うん、あのこう大学ごとの試験みたいなものはなかったんですよね。その代わり、うん、あの自分について。 自分についてのテーマのエッセイを書いたりとか、あとはまあ成績表も見られたりとか、先生からの推薦状とか、はい、あとは課外活動ですね。うん、学校外でどんなことをやってたか部活含めて、うん、なんかそういったリストを提出したりとかで、結構勉強以外のところもすごく見られるような受験のシステムでした。本当ですね。 結構なんか、勉強だけやっていては、は、うん、なかなか見えてこないところだったりとか。しかも、自分についてのね、うん、エッセイって、当時高校生の時って、自分についてって、何書くかが。もはや迷う方もいるんではないかと思いますけど。うん、絶対もう、全然。スラスラそうなんですよ。<laughs> 全,然全然、全然<あ>、すっごく難しくて。うんうん、それこそ、本当にこう、まあ、周りに。 いい顔をしたくて勉強したりとかこの人の目をすごく気にする性格だったのでそれまでもこうなんか自分らしさとか考えたことも本当になくってなんかこう、うん、先生にこう「変だね」って言われることとかどうしても,もうやめられない癖とかないっていうふうにこうあのカウンセーラーの方とかから聞かれるんですけど、うん、全然思い浮かばなくて。 なんか仲のいい友達とかにも聞いてみたんですけど、うん、なんかそういえばないねみたいに言われたりとかして <laughs> 本当に何も思い浮かばなくて、うん、あのそこから結構こう自分らしさとか,なんかユニークさとかは結構こう、うん、コンプレックスというか、うん、自分らしさってなんだろうなーっていうのを結構ずっと、うん、模索しながら過ごしてました。うんうん 結果その時っってて何書かかかれたか覚えてらっしゃいますかエッセイはいその時はですね <laughs> 絞り出した <laughs> まあこう教将来教育でこういうことをやっていきたいみたいなものをあの教育系のボランティアを少しやっていたのでそこのエピソードとかを重ねて書いたんですけど、うん、結構まあ、うん、なんだろう今だから言えるというか。 そんなにこう、すごく心を込めて書いたとか、もうこれだって満足のできるデッキだったかっていうと。全然そんなことはなくて、もうしょうがないかっていう感じで、うん、結構半分諦めた感じで提出した。のを覚えてます、うん。そうだったんですね。うん、実際に、あの、大学の方に、というか、日本からアメリカの方に。渡って四年間を過ごされて、いかれる中で、特に大門さんの中で、はい、まあ、大きく。 あのいい意味でも悪い意味でももちろんいろいろあると思いますが大きくこう衝撃を受けた思い出あ全然違うわであったりとか大きく衝撃を受けたもし何か出来事があったら教えていただきたいんですがありましたかこれは結構あの私の人生の中でもすごくターニングポイントだったなって思えるようなあの友人との出会いがあって。はい まあなんかその子はまあすごく今まで全く会ったことのないようなタイプの人だなっていう印象だったんですけどなんか例えばなんかこう自分自身はすごく人の目を気にしてしまうのに対してその子はなんかこう周りの目とかを全く気にせずに自分が面白そうとかやってみたいっていうことをやれるような,なんかそういった行動力を持った子だったんですよね。 なんか例えば、うん、まあすごい音楽が好きな人だったんですけど、なんかこう自分で歌って、なんかこう作曲もしちゃったりして、ギターを弾いてピアノを使って、うん、なんか作曲をして歌を作って、それを iTunes Music に載せちゃうみたいな、なんかそういうことができる子で、なんかすごいびっくりしちゃったんですよね。<laughs> なんかそんなのをしたら誰に何言われるかわかんないじゃんみたいな。<laughs> <laughs> なんかそういうのが私だったらすごく怖いって思うんですけどなんかその子は全くそういうのも気にせずに好きにやっていてあすごいなって純粋に思って、まあ、その子とこう仲良くなるうちに、うん、なんかこ、まあ、自分がや,やりたいこととか好きなことをやるっていうことをすごいあの尊重してくれるようなあの価値観の中でこうなんか過ごす。 なんか時間が増えたので自分もそうなりたいなとか、うん、あじゃあ自分って何やりたいのかなとか、うん、なんかそういうことを考えるのが増えましたね。うん、なるほどご友人の姿が一番大きく印象に残ってるということですが今その時のいわゆるこう、うん、自分も何かやってみようと思えるようになった、うん、その思いっていうのは今のこの大門さんを考えると どんななに今ととがっているなと思われますか、うん、すごくつながっているなと思っていて、うん、まあもちろん全くこう自分っていう軸で物事を決めたことがなかった高校時代部活もですし、うん、委員会とか何を切るかとかんかそういうのも含めて仲のいい友達の選択とか。うん まあなんかいいって言われるようなチョイスをしてきたところから、すぐに変わるのはすごく難しかったんですけど、でもまあ、こうちょっとずつちょっとずつ、まあ自分がやりたいことって何だろうとか、なんか自分がやりたいことやるのってすごいかっこいいことだなっていうふうに思い始めて、まあそこからなんかやりたいことってでも言われても全然わからなくて、 でもそれからなんかこうやりたいことはわからないけどこうやってみたいことって考えたらちょっとこうハードルが下がる気がしてなんかそこからこうやってみたいことっていうのでちょっとずつこう短期間でもいいからこう積み重ねていくっていうのをやっていったんですよね大学時代なんかそうしたらなんか結構ここ12年くらいでその時にやってたまあこういうちょっと短い線とかまあ点がこう重なって今 ここにこうつながってるみたいな感覚をなんか感じることがすごい増えてきてなんでこうその時にやってみたいみたいなのでこうちょっと打ってきた点みたいなのがちょっとずつつながってきてるのかなっていうようなそんな感覚はあります。うん、なるほど。できるからじゃなくてやってみたいでも行動してみてもいいんだなが分かるのは そのの当時すごい大きな衝撃だったのではないかと想像します、うん、そしてその次なるターニングポイントはまた大学時代にあるんですが大学時代あんまり仕事は楽しくないんじゃないかと思われていたというふうに伺っていますが大学の頃っていうのは、はい、なんかこうバイトだったりインターンだったりとか、まあ、ちょっと働く近しいようなご経験ってされてましたか、うん えっとですね、大学の学期中は全くしていなくて、うん、結構勉強がすごく大変だったので、はい、あの勉強頑張るって決めてやってたんですけど、ただこう夏休みが3ヶ月間あったりとかしたので、うん、その時にこう日本に帰ってきて、長期インターンみたいな形でやったりはしていました。そういうことだったですね。日本でちょっと帰ってこられた時に、うん。はいはい、そうです。あんまり 楽しいなと思えるものが巡り合いなかったですか当時 <laughs> いやなんかこう、まあ、大学入る前のバイトとか、うん、パン屋さんとかでバイトしたんですけど初めてのバイトなんかめちゃめちゃ大変ではい、はい、<laughs> でパンが大好きで,パン,が大好きでパン屋さんで働くのをすごい憧れてたんですけどやってみたらすごく大変でなんかこう予定の1ヶ月前くらいにちょっとやめちゃったりとかしたんですけど。 んそうですね <laughs> お仕事ってすごい大変だなとか楽しいっていう風に感じたことは結構なかったですねバイトの中とかだとなかなかあの OL になって将来はお嫁さんにと思われていた頃からでいくと <laughs> OL になるのもそもそも,も大変じゃないか思うような、ね、出来事だったかと思いますがそこから大きくまた。<laughs> うん チェンジする歴事もありまして、今度、大学2年生の時にちょっと大きく変わる天気があったということなんですが、れサマーキャンプに参加されたと伺っております。どんなサマーキャンプだったんでしょうかはい、ありがとうございます。うん、それがですね、あの滋賀県で、うん、滋賀県でやった中高生向けの、まあ、サマーキャンプ。 3泊4日ですかね、うん、なんですけど、まあ、それが、まあ、どういうキャンプかっていうと、まあこううん、地域を知るとか、まあ、自分を知るみたいなものをテーマにしたキャンプで。うん あの地域学習っていう形でその地元でお仕事をされている方のところに行って一緒にこうお仕事をしてみたりとかお話を聞くことでなんかその後に、まあとに私はメンターとして参加したんですけど、まあ、その中高生と一緒にこう対話をしながら、うん、まあ今日感じたことだったりとかを一緒にこう話していって、まあ、こうまたみんなでシェアしてみたいな,なんかそういった、まあ、ちょっとキャリア教育っぽいようなあのテーマのサマーキャンプだったんですけど。はいうん そこはすごく、うん、あの私のこのお仕事感でいうと結構な天気のところで1年目参加し自分でメンターとして参加してみて、まあ、すごく夢中になれたんですよねあの、うん、<laughs> 初めて。なんかこう、まあ、そのサマーキャンプ自体すごく楽しくて結構そのお仕事をされている方のお話を聞いて。 んですけどすごく皆様自分の仕事にあの誇りを持っているだったりとか何かこう、うんうん、自分のお仕事だけじゃなくてそれが関係する周りの人とか地域とか滋、まあ、賀だったので賀の滋賀県とかなんかそういった部分を考えてらっしゃる方がすごく多くて、まあ、なんかこんなにかっこよくお仕事してる人いるんだなみたいなところをまず。 知れた。一参加者としてもびっくりしたのと、あとそのキャンプで、まあ、自分が、まあ、メンターとして働く中で、まあこうちょっと、なんだろう、社会人になってからのお仕事とは少し違うかとは思うんですけど、まあ、それまで全くこう仕事を楽しめなかった私にとっては、こんなに夢中になって、こう自分がやりたい100%思って、なんかこう、す、すべての力を出し切ったみたいな経験がなかった。 んですよね、なのですごくびっくりしてなんか,じなんかこうそれまではインターンをしている友達とかを見てすごく楽しそうにしているのを見ると結構あなんでそんなに楽しそうに働けるんだろうっていうのがすごい不思議でかつ自分がそうできなかったのがなんか私はいつか楽しめるんだろうかって思ってたんですけどこの,あのインターンの経験を経てあお仕事って こんなに楽し,め楽しいんだっていうのとかあ自分もお仕事楽しめるんだなっていうのをすごい今ちょっと安心もありながら結構仕事感みたいなところお仕事のイメージはすごく変わった経験でした、うん、その当時ってこう以前思われていたお仕事に対するイメージとそのインターンを経てお仕事に対して変わっていったイメージ具体的にでいうと どんなところが一番大きく変わったなと思われますかそうですね。うーん。なんかこう自分が楽しいって思えることとかやりたいって思えることがお仕事になるんだっていうのはすごい驚きだったかもしれないです。それまで結構、うんまあ やりたくないことをやるとか、ちょっと大変なことをやるみたいなイメージがすごく強かったんですけど、まあ、自分がやりたいことをやって、それで喜んでくれる人がいて、なんかそれがこう、お仕事としてつながっていくみたいなのが、うん、あ、こういうことなんだっていうのは初めて実感した、うん、うん、経験だったかなと思いますいや。そうですよね。まだ働く前でちょっと、お仕事ってやらねばならぬものというか、 とという、ね、イメージももちょっとあるかもですけど、うん、大きくそこからまたお仕事感についても転機を迎えた大門さんなんですが次なる天気がままた21歳の時にありますちょっとね先ほどもお話に出ましたが今度はデンマークの方へ留学されるという決断をされるわけなんですがこれはまたまたアメリカからデンマークっていうのもだいぶ問われたなと思いますが、はい、何がきっかけでこれ留学になったんですか あ,あの、大学がすごく田舎で、あの、ああき飽きちゃったんですよね。<laughs> あ<の> <laughs> 本当に田舎で、これ全然都会の大学と違うので、周りにトウモロコシ畑しかないような環境で、車もないので遊びに行けないし、遊びに行くとしたら、もう近くのスタバか。 映画館かボーリングかみたいな三択っていう感じだったんですよね。<laughs> だから、なんかこう、まあ、ずっとこうヨーロッパみたいなところは漠然とした憧れがあって、かつ、まあ、教育っていうところで、まあ、デンマークにこう行ってみたいなっていうのがあったので、で、あの、留学の制度がすごく充実した大学だったので、ちょっとせっかくこの機会だから行ってみようっていうので、デンマークに、はい、留学しました。半年間なんですけど。 長めに行かれましたね。うん、そうですね。一学期間、はい、行けました。うん。確かに、今チャットにも感想いただいてますが、日本の地方の高校生みたいな。会場、ちょっと都会に行ってみたくなっちゃうみたい、ね <laughs> あ。ああ、そうでした。はい。<laughs> <laughs> こちらのデンマークの留学先の方でも、教育を。 勉強されていいたと、うん、ということですがこれもあれですか、うん、あのいわゆるインターナショナルスクールではなくても大学の方に半年間通われていたという形ですかね。これはですねあの、うん、大学だったんですけどデンマークにあるプログラムで、はい、ただ学生はあのアメリカの学生だけだったんですよね。うんうん だからこうデンマークの人と一緒に勉強するみたいな経験はできなくてそれはちょっと残念だったんですけどなのであのまあホームステイとかであのデンマークの文化とかあの人とかとつながりたいなと思ってこうホームステイを選んだっていう感じでした。うんうんうん、そんんなプログラムあるんですね初めて聞きましたはい、あ ホームステイ先で、まあ、デンマークという国をまた新しく知ることになるのかなとは思いますが、ホームステイ先はどんなご家庭でしたか、はい、すごい恵まれたんですよね、ホームステイ先。分かりますよね、結構ね。<laughs> そうって言いますよね。だから結構ドキドキしていったんですけど、うん、すごい結果すごい楽しくてあの、本当にすごい楽しくて <laughs> え。ちょっと待ってくださいね。<laughs> あの、まあ、なんかすごい、あの、なんだろう、他の文化とか、他の国とかに興味、みんな、家族みんなで興味のあるような、あの、家庭で、うん、お父さんお母さんとお姉ちゃんと妹がいたんですけど、うん、なんかこう、うん、お父さんはちっちゃい時に3年間日本に住んだことがあるとか、なんかお父さんのお父さんがパイロットで、<laughs> うん、なんか日本とコペンハーゲンの <laughs>、そう、便フライトしてたからって言って、日本に3年間住んでたことがあるとか、それは本当に行ってから知ったんですけど、 なんかこうあ<ー>家族であのカンボジアに旅行に行ったりとかミャンマーに行ったりとかしていてなんかこうなか,なかマイナーな国じゃないですか旅行先で行くなんてなんかそういう形でこう、うん、なんかそう自分たちとは違う文化とか国みたいなところにすごく興味を持ってくれる家だったので、うん、なんか私もすごい居心地よく過ごせました。うん、うん 日本でご自身が暮らしていらっしゃった頃とは家族形態もね雰囲気もまた違っていたかとは思いますが、うん、そのデンマーク留学を経てこうかのいわゆるダイモンさんの中に残った思いであったりとか学びや気づきは何かかありましたそうですね大きくなんか2つあるかなと思っていて1つは。はい なんかすごいゆったりした生活を送ったんですよね。結構まあ大学、うん、アメリカン大学はすごい忙しかったんですけど、留学の期間は結構ゆったりしていて、なんかこう、家族の、家族の時間もすごいゆったりしていて、なんかこんなにこうゆとりがある生活とか、時間ってすごい大事だな、いいなって、なんかこう体感として思えたっていうのと、あとはこう家族の時間ですね。 なんかこう、うまあ家族の時間をすごく文化としても大切にする国らしいんですけど、私のオムステイ先を特に、うん、まあなんかみんなで夜ご飯を食べるとか、夜ご飯が食べ終わって、はい、みんなが食べ終わるまで席を立たないとか、はい、<laughs> なんかこうテレビを見ないとか、うん、その後にこうみんなでこうテレビの前に座って、それぞれちょっと話しながら、テレビを見ながらっていう、なんかその家族団那の時間が、 なんか、いつぶりだろうと思って、私、なんかこう、日本に帰った時も、家族みんなでご飯を食べるのなんて、一年に何回あるかなみたいな、うん、それもこう、テレビ見ながら食べちゃったりとか、なんかそういったところがすごく、まあ、うん、自分自身が悪いところもあるんです,すごい反省して <laughs>、なんかこう、家族の時間大事にしようって、すごい強く思ったのはそこでしたね。うん、うん 他のご家庭に触れたからこそ見えてきた家族団らん,んとはという時期を経てまして半年間のデンマーク留学を経ったあとはまたアメリカに戻られたでしょうか、はい、そうです、うん、そうですあそうだったんですね次なる転機というのはあの皆さん大門さんの今までの人生の中で一番下に落ち込む出来事になってくるわけなんですがそうですねはい 22歳のの時なんですね。今のザッパスさんに出会われたのは。そうです。ザッパスとの出会いもすごく不思議でもともとインターン先の,あの上司の方がザッパスにも関わっていたっていうところで、まあ、あの最初は、まあ、コーチングにずっと興味があるんですっていう話はしていて。こう ザッパスではあのコーチングを扱ってるんですけどそのコーチ養成講座っていう講座があってそこになんかよかったらどうみたいなお話をもらってその時にこう同時並行であのコーチインタビューの記事を書きませんかっていうお仕事もいただいたりしてなんかそこでも少しこうそれまでちょっとノートを書くのが好きだったりとかそういう点がつながってお仕事になるんだみたいなのを感じた時でもあったんですけど ここでこうザッパスでコーチングを、うん、はい勉強し始めました。当時よくコーチングなるものをご存知でしたね。今でこそコーチングって結構まあみんな知られる言葉にはなってきてますが、当時からコーチングに興味があったのもやっぱりこう教育の勉強されてたってことも大きいですか？ 教育だったりとか、うん、あとさっきお話ししたあのサマーキャンプでのこうメンターとしてみたいなところでもメンタリングとかメメンンンタタリングとと違うかかーコーチングみたいなところを、うんはい、ちょっと扱ってたのでそこから単語だけ、はい、コンセプトだけ、うんはい、少しし知ってましたその当時、まあ、6ヶ月間の養成講座に長い期間ですけど参加をされていらっしゃったということで。うん 最初参加してた頃の気持ちって結構前向きなこうコーチング私できるんじゃないかっていう気持ちだったりしとか <laughs> そ,うそうなんですよ。自分はこう話を聞くのが上手であるという自負があり、うん、なぜか。だ <laughs> からんかこうなんかその人の話を聞くっていう文脈で私コーチングももしかしたら上手にできるんじゃないかみたいなところで。うんなんと しかもこう就活を始めた時期だったのでなんか私これできますっていうことを何か持っていたいみたいな,なんかそういう時期でもあってそんな、はい、あのイメージからコーチングは学び始めました <laughs> 実際に6ヶ月間の学びを経てその思いっていうのはあの何か変化がありましたかすごい変わりましたね。あのーうん 自分は、まあ、話を聞き上手だと思ってたんですけど、まあ、講座の中で気づいたのは、まあ、自分は聞き上手だったんじゃなくって、聞き上手に見せるのが上手なだけだったんだなっていうのに気づいて、なんかそれまで、こう、例えばうなずきだったりとか、なんかこう、合図を打つだったりとかって、まあいや、やってたんですよね、もともと。でもなんでやってたのかなって考えると、 結構その、うん、話を聞くのが上手っていうのって、こう、人にいい人って思われるよ、思われやすいなっていうのに多分明識的にこう身についてしまっていて、うん、まあ、うん、結構ずっと話してる通り、他の人からの目みたいなところをすごく気にするのがずっと強かったので、そこからこう、まあどうやったら人にこういい、なんだろう、 よく思われるかとか、なんか嫌われないかみたいなところで、なんかこう人の話を上手に聞くみたいなのが、なんかこうスキル、うん、スキルだけ身についてたんですよね。でも、あの、コーチングを学んで、本当に人の話を聞くっていうのは、もちろんそういうスキルでこう、より、なんだろう、話してもらうっていうのはそうなんですけど、なんかこう、もともとのマインドセットとしては、やっぱり、この、その、相手に、 100、自分の意識を向けるっていうところがすごく大事なんですけど、まあ、それまでの私は全然こう100なんて向いてなくて、まあ、なんかどんな顔して自分話聞いてるかなとか、あここでうなずいてとか、まあ、意識的にやってるわけではなかったんですけど、まあじ、そのなんかや意識の矢印がすごく自分に向いていたんだなってことに気づいたんですよね。まあ、そこから、なんかこう、今までの こうちょっと外に向けていたいい顔の自分みたいなことにこう気づきだしてなんかそれとその自分とあなんか中にはもっと違う自分がいるのかもしれないみたいなことにも気づきだして、まあ、コーチングを通して結構自分の内省だったりとかをこう深くやっていくような時間でもあったので。 なんかこう、うん、そこ、今までこう、自己肯定感が高いと思ってたんですけど、それはこの外見の自分をずっと見ていたから、うん、なんかこう高く感じていただけで、それまでずっと無視していた、ちょっとその中にいる自分みたいなところに気づいたときに、結構こう、ガクッと下がってしまったんですよね。あ、なんかこんな自分いたんだ、ね、みたいな <laughs>。うん。うん、それですごくびっくりしてしまって、なんかこの、うん、そのちょっとこう、 気持ち的にすごく下がるというかコーチングを学んだこと自体はもちろんすごくいい経験だったんですけどその中の、まあ、なんか必要なあのフェーズとしてちょっとこうグッと落ち込むみたいなこともあったりしました。うん、それ気づいたのって結構序盤から気づかれましたか講座のそれえっとですね、うん、話を聞くのが上手じゃなかったんだ、うん、実はっていうのは 大体いい2か月とか3か月くらいで今お話ししたこうるって落ち込んだのは結構もうサイドの方ですかね。うん、あそうだったんですねでた結構自分のもう本当生の生の部分をいわゆる突きつけられるというよりはそこを咀嚼するしかないというか状況だったかと思いますが。うんま 新たな自分を知ってみてみ、まあ、もちろん突き放しちゃう方もいらっしゃると思いますが大門さんの場合そこからご自身どう変わっていったなと思われますかそうです、ね、なんかそこはまだ結構なんだろう模索中というかまだその、まあ、いろんなこう自分がいるっていうこととか認識はしているんですけどでもそれをどうどう 扱っていくかとか、こう全部をちゃんと受け止めるみたいなところまではまだいけてなくて、それをこう、うん、まあコーチングを自分も受けながらちょっとこうやっているっていう段階ではあるんですけど、ただこう、うん、やっぱりこう自分自身がどんなことに興味があるのかとか、何をしていきたいのかとか、なんかこうどういうあり方でいたいのかとか、そういうのを考えるとか感じることの大切さみたいなことに気づいたので、うん、そこからもなんかそういう 自分の感覚だったりとかでやりたいことを選んでいきたいなっていう思いが強くなりました、ねうん、なんかちょっとあの大学進学を選ばれた頃の大門さんを彷彿とさせますねやりたいことをまずやってみようそこの月きとをやってみようその思いからどんどんここまで来られてますがでもそんなねちょっとこういわゆる辛いというか現実を見るような経験もあった中で。 この今まさにオランダにもいらっしゃるきっかけにもなりますが入社も、新卒での入社も決意をされるということで、これ、入社決意するに至るまでって、なんか一番大きなきっかけになった出来事って何かありましたか、はい、これがもう入社のきっかけになったなという出来事。そううですね一個こう まあザッパスでのインターンはすでにこう始めていたんですけどあるこう定例の中でザッパスらしさとはみたたいなな部分を話すす会があったんですよねなんかそれを聞いていて、まあ、今は結構ミッションビジョンバリューみたいな形で綺麗な言葉になってるんですけど、まあ、その前の結構皆さんの生の言葉だったりとかを聞いていたらなんかこうまあ今コーチングをやっていてかつ、まあ、ザッパスでは結構あの ビジョンとしては、まあ、自分らしく笑える大人と未来が楽しみな子供のためにっていうところが強いんですけど、まあ、その特に未来が楽しみな子供で溢れた社会にしたいみたいなものが強いメンバーの方が集まっていて、なんかこう将来的にはこう教育の授業もやっていきたいよねっていうような話になったりとかして、なんかそういう話を聞いてたら、なんか今は自分の興味のあるコーチングをやっていて、 かつ、なんかその大事に、すごい大事だなって思うようなマあの、スタンスとか考え方をもとに、なんかこう、教育の授業もやっていきたいっていうふうに思っている会社。うん、で、なんかこう、自分が今やっていることとか、今まで興味があった、大学で勉強した教育とかが、ザッパスにいたら、すごく綺麗に繋がっていくんだな、みたいなことが、いきなりパってこう、うん、全部、こう、繋がるみたいな感覚があって、うん、そこから、 なんかそれまであの就活もしていて内定もいただいていて来年の4月から働きますっていうのも実は他の会社さんにお伝えしていたんですけどなんかそこでこうパッて気づいてしまったのがすごく大きくてあまちょっとどうしようっていうふうに悩みながらもやっぱりあのここで感じたことをすごい大事にしたいと思って「あの、うん、はいザッパスに入社したいですっていうことを伝えさせてもらいました。 そんなごい屈折あったんですね。実は他の企業さんにも受けられていたと。うん、うんうん、そうなんです。うーん。こういわゆる断ってでも入りたいと思えた今の会社、そちらのオランダの視点な立ち上げで今もオランダにいらっしゃるということですが、4月の会社、はい、今じゃあもう楽しみな気持ちの方が強いですか？ <laughs> そうですねあのまあ入社とはいえ結構今もほぼフルタイムで働いてるので、うん、そんなにこう変わらないかなとは思いながらも、うんはい、ただこうすごく変化が大きくてすごいスピード感のあるような会社なので、うん、なんかそういった状況に自分がいるっていうこともですし、まあ、こう 皆さんすごい自然体で働かれている方が多くてそこに惹かれた部分もあるんですけどなんかそういった方たちとお仕事をできるっていうのは単純にこう未来じゃなくても本当に今結構わくわくしてるっていう感じですね、うん、まさにもっともっと今からそしてこれ,これからの大門さんについても伺っていきたいところですがちょっとお時間も詰まってまいりましたのでそうですよね。はい、はいい ここから先は皆さんとの Q&A のお時間でもねご参加いただいて皆さんとのお話の時間にもできればと思います皆さんチャットでもたくさんコメントありがとうございます最初に私の方から一つ質問をさせていただいた上で皆さんからの質問もどんどん受け付けれたらと思いますのでチャットから記入いただく形でも、はい、マイクオンでお話いただく形でも大丈夫です大門さんまず私から一つ質問なんですが、はい、全ての 今日のお話をお伺いしてみて、本当にあの小さい頃からこうちょっとコンプレックスに感じていらっしゃることも何はかも今はもう受け入れて、会議進んでいらっしゃる姿、すごく印象的だったなと思うんですが、今、まさにこのユニークがアンダー2 9世代の皆さんが聞かれている番組になりますので、今の大門さんからまだこう就職前、もしくは学生さんの頃、 の方に向けて何かこうメッセージだったり迷われている方に対する一言があればぜひ招待したいなと思いましたが何かありますか。そうですね <laughs> 難しいですね難しいなと思ったんですけど、うん、でもまあさっきちょっと重ねて話していることではあるんですけど、まあ、こうやってみたいみたいなこう小さなステップを積み重ねていくっていうのが。 大事かなって個人的には思っていて、まあ、特に高校生の時とかの人の目をすごく気にしていた私はまずやりたいことを見つけるのもすごく一苦労だったんですよねだけどそこからやってみたいっていうちょっとずつ <laughs> これを食べたいとかそういうところからちょっとずつちょっとずつ積み重ねていってなんかこう、うん 本当に自分らしさとかユニークさみたいなのがコンプレックスだった高校時代から考えると今本当にそのユニークのメディアでこうやってインタビューしていただけることとかも本当に想像がつかなかったところだなと思っていて <laughs> でもそういう、まあ、小さな決断を積み重ねていたら今こういう,、まあ、こうファーストキャリアみたいなところも少しこう 自分らしいなって思えるような決断ができたなって思っているので、うんはい、そういった <laughs> いやちょっとやってみたいって思うことを積み重ねるっていうのはから始めるっていうのは、うん、自分の中でもこれからも大事にしていきたいなって思ってます。あ、はい、ありりががととううごごござざいいまますすそしてゆうたさんご質問興味 <laughs> 共感味が深いですという感想をいただいていたユうタさんですね。質、う、問、ん、の方ですが、ユ <laughs> うタさん、今音声いけますかもし難しければ私の方で代読させていただきますが。あ、音声いけます。ありがとうございます。あお願いいたします。はい。本当に僕のファーストキャリアの選び方が、うん、なんか、会社内定先さっき決まっていたのにインターンして、 あの、この時期くらいに、あのい、会社を変えて海外に行くっていう感じですごい感が深かったんで、えー、今日参加してなんか初心を思い出す気持ちですごい、感、鬼、<laughs> すいません。いい時間だったんですけど、そのやっぱり、うん、場所の 力とか、やっぱりオランダだからこそ感じられる雰囲気とか、教育と授業の親和性とかってきっとあるんだろうなと思ってて、うん、その、オランダに住むこと自体に、今、どんな意味を感じていたり、これからの未来に、どんなポイントになるのかなと思って聞いてみたくなりました。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。 そうですね。オランダに住んでみてうーんまあなんかこう2つちょっとこう、まあ、時差みたいな観点と、まあ、こうやっぱ国として文化としてみたいなところでお話しすると、まあ、あの時差が8時間あるのでお仕事がちょっとまあ時差でのまあミーティングだったりとかになるんですよね。だけど、 まあ、日本の夜中の12時がこっちのお昼の、まあ、3時とか4時とかだったりしてそれ以降全く日本からメッセージが来ないみたいなあのこう10時間くらいが生まれるんですよね。なんかそれがすごくいいなって個人的には思っていて。 あの、もちろんお仕事に集中できるみたいなのもそうですし、あとは自分がこうデンマークで感じた心のこうゆとりを大事にしながら生活していくみたいなところにもすごくあの合ってるなと思っているので、なんかそういったところはいいなと思ってます。あとこうオランダの国だったりとか文化っていうところは、なんか実はまだこう体験しきれてないなっていうふうに今お質問いただいて思っていて、 ちょっとこうあの今こうコロナで <laughs> 街が結構ロックダウンしてたりとかでなんかレストランもやってないみたいな状況なんですね、うん、実は。なのでこう、うん、なんかこうオランダのフルをこう体験しているっていう感じはまだ。 ででききていないなんですけど、うん、さっきこうお話まあ今皆さんからのお話だったりとかを聞く中だとやっぱりこう教育のスタイルだったりとかあとはこのコーチングっていうところが結構その文化としてあの根付いているようなあのことを聞いているのでなんかそういったところをこれからまあこう体験していく自分でも実感していくのがすごく楽しみだなって思ってます。うん いやすごい素敵な回答ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。お二人ともありがとうございます。うん、そして続きまして、森越さんからも質問頂戴しております。森越さんは、はい、マイクオンありがとうございます。ますかあ、いけますあ。ありがとうございます。お願いいたします。あ、えっと。 そうですね僕も今教育関係の仕事に付、えー、きながら結構なんかあのーうん、そうですねちょっと途中から入ったんで最初の方はあまり聞けなかったんですけどなんかその結構高校小中高の時はなんか優等生みたいな形で結構過ごしてたんで <laughs> すごい周りの目を気にしていたなっていうところにすごい共感をしたんですけど、うん、なんかその中でまああのー、すぐにとは限らないと思うんですけどこれから教育事業っていうのに関わっていく中で。 なんかどんな教育とか、まあもしくはなんか学校とかなんかそういうのをなんか作るとしたら、なんかどんな学校を作りたいのかなっていうのをすごい興味をあの持ったのであの行きたいなと思ってます。ありがとうございます。そうですね。これこうスパッと回答したいんですけど、<laughs> 結構今のど今の私の段階だと答えるのが難しいなと思っていて、ただこう。 そうですね答えするとすると今の段階での回答としては結構こう自分の感覚とかなんかその感性とかなんかその感じていることっていうのを大事にできる教育がうーんもうやってみたいなっていうのはありますね。理由としてはまああのコーチングを学び始めたのも自分の 答えは自分の中にあるっていうような考え方にすごく惹かれていて大学で教育を学ぶ中でまあいろんな教育のシステムだったり種類だったりとかまあ今の状況っていうところを知れば知るほどいろんな教育があってなんかこのただこういろいろんな人がいる中でまあいろんな教育があるんですけどなんかそのみんなにいい教育っていうのはないじゃないですかなんかそんな中でじゃあ自分はどの教育をこう なんだろ実現したいっていう風に目指していくんだろうみたいなものが、ちょっと見えなくなってきてしまって、一旦このファーストキャリアとしては、教育、まあ、結局近いものにはなったんですけど、こうザ・教育みたいなところは少しこう外れたところで一回やってみたいなっていうのがあるんですよね。なので、自分の中でどういう教育を、まあ、理想というか、あのやっていきたいのかみたいなところはずっと思っているクエスチョンでもあって、 うん、さっきの、まあ、そうですね、今としてはこう感覚だったりとか、感情とかを大事にできる教育はいいんじゃないかなっていうような仮説の状態なんですけど、うん、これからもっとあの自分で経験したりとか、あのオランダでの、うん、体験ももとに、どんどんこう深めていきたいなっていうような問いですす質問あありりががととううごござざいいままま改めて考えましたす。 はい、素敵な世界観でした。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ本当ですね、谷さんまさにおっしゃる通りですね。かつ今日は皆さんあのちょっと志向性の近いというか <laughs> 共感の深い方がたくさん参加される <laughs> んい、ね、だなと、<laughs> はい、うん、感じました。 皆さん、素敵なご質問ありがとうございました。ちょっと全員のご質問の時間を設けることができず、申し訳ございません。実は、この後終わった後に、少し大門さんと皆さんでお話しできる時間、また取れたらなと思いますので、残れる方、ぜひ残っていただけると嬉しいです。すでは、大門さん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に一つお伺いをして、本日のお時間、締めたいと思います。 ダイモンさんの考えていらっしゃる今後についてなんですが、今後の例えばこう目指していらっしゃる世界観であったりですとか、どんな自分でありたいかといった将来像ありましたら、ぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、目指したい将来像としては、自分がやりたいことを諦め、 ない。<laughs> そういう,こう力強さというか、芯の強さみたいなのを持っていきたいなっていうふうに思っています。あの、私が今の会社を選んだ理由の一つとして、まあ、皆さんの,そのやりたいことを諦めない姿っていうのにすごいハッとされる機会が多いんですよね。まあ、こういう統だった、 高校時代とかも含めて、まあ A か B かって言われると、あ、じゃあ A か B かから選ばなきゃいけないんだっていうふうに、こう自動的に考えてしまうような癖があるんですけど、今結構一緒にお仕事させていただいている人が、まあ A か B かって言われても、やしいはないのとか、自分で A、B どっちもできないのとか、そういうふうに考えて、うん、まあお仕事も含めて、こう、 過ごされてる方が多いので、そういったところに常に日々ハッとさせられていて、自分自身の中でこう、やりたいことみたいな強いものを持つのにすごい、ちょっとこう、怖さもあったりするんですけど、将来的には、そんな自分のやりたいことっていうのを諦めない強さを持って、出たらなって思ってます。はい。はい。 ありがとうございます。はい、これからのダイモンさんも皆さんで応援できたら嬉しく思います。それでは、お時間になりましたので、本日のユニークキャララウンジ以上としたいと思います。本日のゲストは、ダイモンさんでした。ダイモンさん、本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。